世間エンラーターは、古代エジプト第十七王朝の八番目あるいは十三番目の、ファラオ。しばしば世間エンラー二世、ター二世とも呼ばれる。先代の王セナクトエンラーイアフメスとその王ヒテティシェリの息子だったと思われる。王ヒカツ姉妹であるイアフヘテプ一世との間に、第十八王朝初代の王イアフメス一世がいる。 当時のエジプトは異民族の連合体であるヒクソスの支配下にあり、第17王朝をはじめとする土着のエジプト人の政権はアバリスを中心に下エジプトを治める第15王朝に侵入していた。第19王朝時代に成立したアポフィスと世間エンラーの争いという説話によれば、第15王朝のアペピオは、テーベの神殿で飼われている、カバの鳴き声がうるさくて、 王の眠りを妨げるので、殺すようにというほとんど言いがかりのような要請を送っている。対して世間エンラーは、死者を親しく迎え入れ、アペピエの二神なきことを誓ったという。これが完全な史実とは考えがたいが、ターもまた即位した当初は、先代の王たちの方針を受け継いで、親、ヒクソスの姿勢を維持していたと考えられる。世間エンラーターにせのミイラだが、 最終的にターは、ヒクソスの権威に反旗を翻し、戦いを挑むようになった。その証拠に、デルエル・バラスに築かれた第17王朝後期の宮殿は巨大な周壁に囲まれ、近くの山腹からは、軍事基地の跡が発掘されている。1881年に、デルエル・バハリの縦穴から発見された王のミイラの、頭部には武器によって付けられた複数の列車があり、彼が、 暴力的な最後を遂げたことを示している。傷のほとんどが水平につけつけられているのに対し、体には目立った外傷がないことから、研究者は、ターが眠っていったところを襲われたか、戦闘で打ち倒された上で止めを刺された、あるいは敵に捕らわれた後に処刑されたものと推測している。ミイラの保存状態も相当悪く、姿勢もまっすぐに強制されていないため、 急いで、防腐処理が施されたか、遺体の回収が遅れて腐敗が始まっていたと思われる。2021年2月17日、エジプト観光、考古省は、最新の研究結果を発表し、ターの死因は処刑だったことを突き止めたと発表した。その証拠として、手が変形しており、石エンラー2世が戦場で捕らえられた可能性を指摘し、後ろ手に縛られていて頭部への、 激しい攻撃を防ぐことができなかったとの見方を示している。また、CT スキャンでは、これまでの調査では見つかっていなかった傷が見つかり、これらの傷が、エジプト考古学博物館に収蔵されているヒクソスの、探検、斧、槍といった武器と称号した。以上のことから、他は、戦場で捕虜となり、その後、処刑式で殺害されたと結論付けた。そして骨のスキャンの結果、 ターの死亡時の年齢が40歳前後だったことも明らかになった。イアフメスはまだ幼かったため、ターの兄弟、または子でイアフメスの兄に当たると見られるカーメスが多いを継いだ。ありがとうございます。